お疲れ様でございます。さて今日の風ご飯、いや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 、時間かかっちゃったね。うん、逆に言うとサッカー6時までだったからね、ちょっと時間かかっちゃったね。うん、さあみのりさんどうもこんにちは、お久しぶり。はい、今日はね、こんな感じでございますよ。こんな感じ、うちのトットちゃんのね産んだね、イエーイね、あのうちのトットちゃんの産んだ卵で作ったなんだこれ、
卵を閉じ、じゃあは、なんだろう、集中できない、集中できないぞ。カニ玉風ふわふわ卵に、ベルの塩だれのあんかけ。うん。周りにこの、チンゲン菜をね、こう、やる子で、こう、集中できない、集中できない。うん。集中できない。うん。ね、よし、いいぞいいぞ、よしよし、いいぞ。うん。ね、バラ肉もね、ちょっとあしらってみましたね。だしが効いてるといい。うん。うん。これね、集中できないぞ。これね、半額の、たらこの小あえにね、中にうどんが入ってます。うん。で、ホタテ、小あえに、ホタテに、サーモンですね。うん。こちら半額、半額、半額。全部で1000円くらいです。ね、おっとっと、一本釣りだ。行っちゃうか、行っちゃうか。ペロンチョ。そして、リリース。切り身をリリース。うん。そして、これも半額でしたね。なんだっけ。メカブを叩いて、ちょっととろっとさせて、豆腐を絡めてみました。簡単っすであしらいましたよ。もうちょっとね、煮込んだら、とろとろになるんだけど、ちょっと引き上げるのが早かったな。ちょっととろみが足りないかもしれない。もうちょっとグツグツ煮込むべきだったな。これはちょっと反省点だ。お、行っちゃってる、行っちゃってる。ね、行っちゃってる感じだ。いいね、いいね。いいよ、いいよ、松本いいよ。松本いいは16歳。ね、リリースだ。ね、ちょっとよし。おっとっとっと、もうそこまでだ。というわけで、ね、みーちゃん。ね、どうだい？おいしい？ね、みーちゃん。せーの。わーせーの。わーお、見つけた。ね、今日はね、いとこ、つきこんじゃなくてね、おうどんですよ。おいしい？おっと、リリース、リリース、ちょっと待って、リリース待って。おいしい？というわけで、早速食べていきましょう。せーの、ユー！みーちゃん、せーの、ユー！